あやきって可愛いね。振動でね、声を持ってこう。あ、そういうこと？めっちゃ買っちゃってる。主婦です。主婦です。道の駅でめっちゃ買ってます。ちょっと買い物します。80円。安っ。めっちゃ買っちゃった。買っちゃったけど、大山って読むんですか？美味しい牛乳、美味しそうで買っちゃった。好き。みんな好きなんよ。めっちゃ好きです。いただきます。どう？美味しい。どう違うん？牛乳。黒アギは愛媛、ここ太っとるやけど愛媛の紅マドンナを買ってみました。ちょっとこれが多分めっちゃ美味しいと思うから、サワちゃんに食べてもらおうと思います。アギも食べるけど、アギがここ逆向けしてて痛いって言ったら剥いてくれました。いやいや、それはしみるでしょう。優しすぎて。酸性だもん。あ、酸性やから痛い。余計に染みると思う。水道水とか。あ、そういうこと。美味しそう。美味しそう。いい匂いが漂っております。本当。もうちょっとです。もうちょっとだ。頑張れ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 さーほーちゃん。頑張れ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 さーほーちゃん。ほら、美味しそう。ほんまや。素敵な果肉です。ちょっと袋広げてもらっていいですか？はい、ありがとうございます。美味しそう。まあ、とりあえず一回食べてみて。私こっちもらっていいですか？うん、うん、まだまだ、うん。可愛いけた？どう？あ、いけます、いけます。どう？こんな感じ。あ、美味しい。美味しいやんな。酸っぱすぎず。美味しいねんけど、なんか愛媛で食べたベニマノンナやったけど、なんとかマノンナとはちょっと違うかも。美味しいよな。美味しくないみかんもいっぱい食べたことあるんで。美味しい美味しい。おいしい。じゃあ今からちょっとカフェに行きたいと思います。レッツみかん、レッツゴー。そう、ユニムチキン売ってることに驚いてます。私なんでなんであ、すごい、なんかジャンキーやな。なんで、ガッツリ系や。もつ鍋売ってんねんけど。どういうこと？1620円。ほんまや、すごい。そんな自販機ある？のあ、美味しそう。美味しそう。やば、これも自販機。ほんまや。ドーナツ美味しそうやで、見て。ほんまや、美味しそう。エナメルもある。シルバルプリン。え、こんな自販機ある？違う意味で。ほんまにな。すごいですわ、皆様。水じゃないわ。温泉に入れるやつね。お湯に入れるやつ。あ、お湯に入れるやつがあったり。自販機で売ってるやつ、すごい。はい、今は倉吉に来てます。もう倉吉大好きやから、もう。すごい、めっちゃいい感じの雰囲気。あ、カフェ調べな、ちょっと待って。あ、カメラ回せる場合ではない。わー、クレープ美味しそう。はい、2度目です。あ、きなこラテ美味しそう。団子行きましょう。だって見て、ほら、テイクアウト窓口ってもう全部、うん、かわいい。全部日本語なんですけど、かわいい、うん、よし、じゃあここに行きましょう。今ここ座らせてもらってるけど、こんな感じ。お、お前甘めって言ったから、砂糖入ってるな。お前今日はマリシンとコーヒーでなんかミックスされてるの。美味しそう。クレープ美味しそう。あ、サンタさん持ってる。あ、お前な、可愛い。茶団子でいただきます。おいしい。うん、抹茶って感じ。うん、私混ぜすぎるとしてるかもしれない。昨日もからあ、でも溶けへんもんな、混ぜな。うん、まあそうですね。
めっちゃ綺麗。ほんまや綺麗。うん、めっちゃ美味しい。なり続けるエンジョイする無限無限なことをしてるこれ。心踊るアンコール。そちらも覚えてない。初めて聞いてます。小学校の時めっちゃ流行ってた。うん。おいしい？単語食べてみてな。おいしい？じゃあお団子いただきます、うん。あんこたっぷりつけた方がおいしいかも。あ、どうしよう。一口目そのままで。そのままでいく。2ですね。うん、めっちゃもちもち。やろ。美味しいやろ。うん。いいですね。めっちゃ美味しい。どうしような。あんこめっちゃ美味しくない？で食べるタイプ。抹茶クレープにしたいんだっけ？あ、全部のせいです。あの欲張りなんで。おお。かわいい。かわいい。ほんまや、うさぎちゃん。ではいただきます。はい。全部乗せて何が乗ってる？うん、美味しい。美味しい？うん。クリームチーズとチョコソースと抹茶ソースと生クリーム。うん。なんかすごいボリューミーやな。抹茶。そうそうそう。抹茶の味もちょっとする。しかもめっちゃもちもちやな、ケチャップ。うん、美味しい。ありがとう。うん、美味しい。暇になったらこういうカフェ開きたい。わかる。なるときなるかも。なる。そういう思いがあったらなれる。諦めたらそこで試合終了や。あ、漫才先生。ラストアニメ初めて来た。もうずっと気になってて。美味しかった。ほんまに美味しかった。激うまでした。うん。雰囲気も含めて美味しかった。雰囲気も含めて美味しかったし、なんかあの店員さんのあの何美人さ。サバサバして、そう、サバサバした感じがすごく良かったような。とっても可愛かったです。ぜひ皆さんも倉石に来た、この私去年も紹介したと思うんですけど、若フェチャヤ倉石で調べたらすぐ出てくるので、 URL 貼っとくので、よかったらぜひ行ってみてください。いっぱい美味しそうなメニューあったので選びきれなかったです、うん、なあ、そう、今回はなあ、あきら今からそば行くからな。そうそう、ちょっとセーブしたけど。セーブしたけど全部美味しそうでした。はい、ということで次レッツゴー。ガガガガ、昨日のサバといい、ほんまや、閉まってる。おそば、そばも逃げるな。こういうところがいいんですよ。ここ落ち着いてます、ね。うん、危な、見て、あれがない。もう柵ない。アギ、こけて落ちるわ。そうやで、魚おるかな。こちらが川でございます。魚の無理。どうします、戻っていきます？戻っていくでもいいし、もうちょっと行ってあそこら辺でちょっと写真でも撮ってみる。あ、そうします。ワイングラ、いいね。ワインショップ、ちょっと昔の女帝館で歩く。どんな感じ？そうか、そうか、それ肩で歩いてる。いや、くない。肩で歩いてる、肩で歩いてる。風切って、なんかすごい、うん、かわいい、ほんまや。レトロな感じがする。いやな、レトロな感じ。こういう雑貨屋さんってほんまいいよな。中学校とかめっちゃ集めてたレトロみたいな、うん、文房具みたいな、マスキングテープとか。わかる、アイコンめっちゃ集めてたわ、うん、ロマンよな、ね、女のロマンやな。そうそうそう。ちょっと可愛いレターセットとか、ね、なあ、ほんま可愛い。イラストレーター
さんのお店なのかなって言ってて、さっき。さあちゃん猫飼いました。猫飼います。猫。レトロです。レトロだね。レトロな。よかったね。イエーイ。うん、居酒屋さんいっぱいあるな。ほんまや、なんかキンキラキンバージョン。くくるから。くるくら、くるくら、勝ってるやん。難しいとこから呼んでしまうタイプね。あ、雑貨屋さんも可愛いやな。ちょっと異国的だ。イクワソフト？どういうこと？マカ不思議。マカ不思議やな。うん、先からアイギラハモってばっかりですわ。本当に。目につくの。めっちゃ可愛いあの恐竜。ここ可愛いで、でもなんか割と子供。あ、ほんまや、可愛い。もうちょっと中見てみようか。はい。見てみます。レトロやな。あ、そうか。ここ空いてるからくださいって言って、あ、ここ、ここ、ここ店員さんの立場かも。立場。立ち位置かも。え、カキ350円って安くね。こんだけ入ってる。やっほー。あやきって可愛いね。いかがお前はアホかプリ。お前はアホかプリ。難しいですか。かわいい。かわいい。またつ。かわいい。ガリが、あ、そしたらそれ1個買います。1個買います。買うから開けてください。ああ、はい、まあいいけど。はい。いらっしゃいませ。いただきますか。はい、うどんかそばか。はい、ちょっと待ってくださいな。開けましょうか。自分が作っとってからの。あ、手作りなんですね。手作りだから、だから聞かれて。手作り。あ、さっき対応されます。お客さん、お客さん、もういい、もういいの。なんかなんかめっちゃワクワクするわ。え、どうやってやるの？あのね、はい、だってプロペラっていうものはこう回す、はいはい、手で回すか、はい、風を吹いて回すわな、うんうん、はい、これ平たいから吹いたって回らんわけ、うん、で振動で回るんだ。え、初めてでしょ。初めて。振動でね、声を持ってこう。あ、そういうこと。振動で回るよね。え、かわいい、すごい、かわいい、すごい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 。振動で回るだけでね、こう強く。面白い、ね、反対に、反対も回るの。反対も、こう、こうやって。どういうことですか。おー、自分で練習してみないといけないね。あ、練習が必要なんですね、うん、こう技術も必要な。しっかりね、こっちに振動がいかんように、こっちに振動いかんように、しっかりこう持っとくってことですかね。おー、めっちゃ回ってる、すごい。おー、面白い、面白そう。これ一日遊べますね。これで24時間まともな振動だったらここ、真ん中一番。おー、だけど回らないですね。どうやったらいいか、ちょっといかないのに、うん、そうそう、若干やっぱ斜めにした方が回る。自分でいろいろやってみて。面白い。なぜかここからなんかスローモーションになってしまっていたので、アフレコでいきたいと思います。こちら倉吉にあるタコ工房さんに来ました。今ですね、ちょっと後頭部しか見えてないんですけれども、この、タコ工房さんは江戸時代から続く伝統の倉吉イカという、タコを作っておられます。で、倉吉ではですね、江戸時代からタコ作りが盛んで、空に舞う姿がイカに見えること似てることから倉吉イカというふうに呼ばれていたそうです。今ですね、これあの竹トンボのね、色塗りのことを教えてもらってます。こうやってやると回った時に綺麗に見えるよっていうのを教えてもらってます。
で、こちらの、お父さんなんですけど、黒川哲夫さんという方でテレビとかにも出ていらっしゃるんですけど、喫茶店の一角で約40年間ずっと作り続けている職人さんです。ほんでね、きちんとしたね、こう伝統のタコを作る方っていうのはもう年々本当に減っていって、もう本当に2人ぐらいしか今いてらっしゃらないそうです。で、黒川さんは息を吸ってるうちは頑張りたいというふうにおっしゃっていて、日本の伝統文化、をしっかりこう継いでいく思いでも、私もこの動画で皆さんに何か伝えることができたらいいなと思います。ぜひ倉吉に来たら行ってみてくださいね。ということで、帰りしのですね、サホちゃんがずっとなんか笑ってて、もう爆笑してるんですよ。もう本当にバハハハみたいな。ならよう見たら、なんか窓にうっすらゾウさんがいてて、もう爆笑してましたね。ほらやって。で、帰りしのですね、サービスエリアに寄って晩ご飯を食べて、よし帰ろうねということで、もうなぜかかぶったんですけど、三田牛の和牛を、焼肉重を食べて元気をつけて帰ろうじゃないかと。もう最後の最後まで食べて食べて帰ろうかっていうところでね、2人で焼肉丼を食べてるわけですけど、爪楊枝の入れ物がめっちゃ可愛かったって2人でテンション上がってます。いただきます。なんでこれスローモーションな、ずっと、もうほんまに。で、肉でこーって言いながら、よだれたらしながら食べようとするんですけど、なんかサホちゃんが意味わからん行動をとってて驚いていますね。その何が意味わからんかったのかもちょっと覚えてないんですけど、可愛かったですね。とりあえずで一口目パクリ食べたんですけど、この焼肉美味しいと思って、味付けがなんか甘辛くて、肉も脂乗ってて程よく柔らかくて、ご飯進む進む、ボロボロこぼしながら進む進む。で、サホちゃんもね、身を乗り出して食べてましたね。うんなんすかこれ、なんすかこれ、肉すかみたいな。で、二人でテンション上がりながらこう食べてるわけなんですけども、もうずっと食べておきたかった、あと3人前ぐらいいけるかなっていう感じでしたね。私らもう喋ることも忘れて、もうひたすら食べてましたね。で、もう今回の旅良かったねって言いながらもね、本当にね、もう食べることしか私たち頭にないんじゃないかぐらい、いや、ちゃんとね、音楽の仕事もしっかりしましたよね。ご褒美でちゃんと食べて、また明日につなげていきたいななんて思ってます。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録お願いします。ありがとう、バイビー、あばよー。山口あやきでした。タラランタ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 ン。